ごいはい、では行きます。ちょっと怖い。重ねが一個前出たんですね。おー、さあもうこれで完成なんです。すげー、死んじゃん。すごいな、これすごい、広くないですか。結構広いね。井森さん、春日さん、ちょっと入ってみてください。いいんですか。いや、はい、井森さんと私あれ何が井森さんと春日さん、何が、私だって嫌だよ。いや春日は実は喜んでるでしょう。結構広いですからね。これ入れる、入れる。あ、全然入れるね。大丈夫、大丈夫、入ってるね。やめてよ、昼だから。ちょっと、ちょっと、なんなの、どうですか、どうですか。いや、全然入れる。ほら、本当だ、十分広いよ。全然十分、十分いける。広い広い広い。お二人にテント体感していただいてますか。皆さんこちらもご覧ください。熱々防災ミニプシ、湯気が出てきてます。ほら、湯気が。なんですか、もうちょっと暴れないんだ。ふざけないでください。3回言いましたよ今。よろしいですか。これ15分前にですね、作っておいた熱々防災ミニ飯ご用意しました。ちょっとお二人召し上がってみてください。確かに。さあさあどうですか。もうこちらさっき入れたものももう湯気が出てるんですよ。ミニ飯というのはミリタリー飯の 略ですね。春日さんと、ね、井森さんの新婚生活見えましたね。はっきりと見えますね。どうですか。おいしいね、これね。うま、いけるこれ。出ました、出ました。カメラ来てから出ました。全然普通のカレーと普通のカレー、熱々ですか、ご飯も。熱々でございますよ。あったかさもこれぐらいなんですか。そうですね、ちょうどいいよね。あったかいですね。この番組で食べ物出るって珍しいですね。何ですかね、でも、ものすごく食べたいと思っちゃった。すごいいい香りがしますよ。簡単にしのげて、これね、中毒も実際使ってる。これ僕も使ってるんですよ、これ。あ、そうなんですか。畳むのは結構ね、なんかコツがいるんですけど、覚えたらもうすぐ畳む。中毒簡単ですか。では井森さん、春日さん、カレー持ったままで結構ですので、元の位置にお戻りください。いつまでもそこにいていただくわけにはいきませんから。続き見ていきましょう、こちらです。入れさせた。